対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーが、ボーマンダ、カビゴン、カプコケコ、ダダリン、リザードン、アシュリーヌということで、これは、ブルンクチートバクオングでいいんじゃないかな。バナ出してもいいけど、いやでも、ブルンバクオングチートリーだろうな。所定は悩みますけど、ブルンゲルから入りましょう。これでいいと思いますね。これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。問題はね、バクオングが地味に速くて、アシュリーヌより S が速い可能性があるので、このブルンゲルトリックルーム型なんですけど、うわー、走るから来たかな。まあでも、鳥貼っていいかな。いや、このターンはでもシャドーボールでもいいか。まあいい。シャドーボールでいいか、このターンは。水技は多分打ってこないだろうし、ムーフォ2回ぐらいブルンゲルの先だと耐えてくんないかな。ムーフォース、はい。あ、残飯込みで耐えそうよ。まあ、速攻ダウンは仕方ない。シャドーボール 相手の D ダウン、まあ、トントンですね。トントンだけど、まあ、僕側がちょっと損してる感じだな。ここは再生連打でムーンフォースを防ぎに行ってもいいんですけど、ありっちゃありか。ありだ、ありだ。トリックルーム張ろうかと思ったけど、ここ再生でもいいよね、これ。呪われボディで呪われた場合、多分打てる場所なくなっちゃうから、相手。自己再生。トリックルーム張ってからでもいいんだよな。急所を考えるとどうだろうか。でもトリックルーム最大ターンで残したいから。だよな、ここどうしよう。トリックルーム押すか。ここもう一回再生をしますか。コケコバックの可能性があるのかな、ムーフォース。はい。聞きませんね、自己再生。はい。あ、ちょっとノラレボディ知ってんのかな、ブルンゲルってポケモンが、まあ、こいつマイナーってことマイナーポケモンじゃないんですけど、あんまり使われるポケモンでもないので、相手がブルンゲルの特性知らない可能性ってのがあるんですよ。その場合、これどっかで急所引けば普通に落とせるやんけっつって連打してくる可能性があるんですよね、再生で。あ、連打してきてんな。これはなんかここまでしたら相手も引く意味ないだろうし、逃れろ。よし、聞いた。これで相手も打てる技がなくなったはずなので、トリックルームでいいかな。トリックルーム張ってから何やかんやしていけばいいかな。一回引くと思うんですよね。水技でゴリ押しっていうのは考えづらいので、まあ、やってくるかもしんないけどね。やられても別に落とされることないので、他トリックルームで一回引くと思いますけどね。相手 D ダウンをしてることを考えると、あんまり突っ張っても美味しいことないような。アンコール。はあ、なるほど。なるほど。これはなかなか厄介でございますね。再生。ああ、ちょっと厄介だな、これ。トリックルームが晴れね。だからここ再生でいいか。死ぬことはないから。ここだってさ、Z の可能性あるよね。引く読みの、技積みとか。ああ、ここ引いてくんの強いな。なんだなんだ。カビゴン。あ、オッケーオッケー。カビゴンは別にどうでもいい。こんなポケモンどうでもいい。こいつは別にクチュッと後投げすればいいですからね。呪いとかあると厄介っちゃ厄介だけど。で、ここはクチュッと。アンコール持ちだったか。アンコ持ちはやっぱ警戒した方がいいのかな。なんか僕がアシュリーヌ使ってると全然警戒されなかったから。僕も警戒。あー、呪いか。はい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 。まあ、こっち研磨あるんでね。で、相手の、持ち物が多分木の実なので、落としときましょう。畑落とすで落としてしまえば多分回復技なくなっちゃうから、相手眠るとかないよな、さすがに。眠るカビゴンっていうのは今ではあんま見ることないので、おそらく半分回復木の実のリサイクル型ですよね。だから畑さえ打ってしまえば、まあ、呪い積んだところでね、いつかはこのカビゴン落ちるので。カビゴンと口調ってどっちが早いんだ やべえ、ポケモンにわかすぎてわかんない。口調が多分早いだろうな、ちっちゃいし。で、メガ進化して、オッケー、早いですね。で、はたいていく。トリルが今回、まあ、機能しなそうだな。めっちゃ入るじゃん。急所か。これ有効ですね。あや、これ Z だな、これ。Z くせえ。え、じゃあこの急所めちゃめちゃ有効じゃん。あ、てか、相手すばらしさ下がってましたね、そういえば。忘れてたわ。
元々、まあでも呪い型ってことは多分あんま振ってないだろうな。ここはじゃあレッツクですね。 Z だな、これ何 Z だろう。なんか回復する Z があるんですかね。強っ。まあ一発目の急所がどう考えても有効でしたね。ここはアシリエヌだよな。で Z 多分打ってくるから Z 一回出せれば口で落とされることはないので、ここはブルンゲルに引いていきます。ブルンゲルさっきのダメージ的に通パンされることなさそうなので、あのフェアリー Z とかない限りはまあ大丈夫そうですね。痛かった。普通に殴ってきたか。これも封じる可能性ありますからね。でここは相手アンコールされないのでトリックルームが安定するターン。これはもうバックオング通して勝てそうだけどな、裏がなんであれ。ここトリックルームでいいですよね、うん、トリックルームで。ただバックオングはアシリエヌより速い可能性があるのでそこが厄介ですね。ああまあまあまあ、これよく引くようなムーンフォースのシータウンって。トリックルーム、ここなー、クチートバック読まれるよな。読まれるから一回突っ張った方がいいと思うんですよね。ここで技積みとか飛んでくる可能性が全然あるので、逆に言えばここで技積み切らせれば安心した後の空きができるので、さあどうなるか。ここはタックですよ。ムーンフォース読みのクチート相手も読んでくるはず。マイティゾーンだけど、まあ、これで僕が安定行動なんでね、ここの自己再生はアンコール。ああなるほど、これ永遠にトリックルーム張らせるってこと。アンコールしてくるか、ここで。まあ別にこれもう一回貼ればいいからな。ああ、まあこれで自己再生連打になりましたもんね、僕側は。トリックルームじゃなくて自己再生ですね。自己再生連打になったから。いやでも、僕ちょっと投げるか。僕の今の居座りを見て、ムーンフォース打ってきそうな気がする。ちょっと一貫してないけど。ああ、でも歌方は耐えるんで、強いけど。でじゃあレッツクでいいですよね。受かりそうなのがリザードだけど、リザード後投げは厳しいでしょ、クチートに。じゃあレッツク、オッケー。で、足で振っておきますね。よーし、さすがの火力。ボーマンダとかあったら勝てそうだけどな。リザードかな、でも。あ、ボーマンダか。だったら大体勝ちかな。トリルがあと何ターンだ、ターンか。だからここじゃれつくって、じゃれつく連打してれば、まあ、外さない限りはマンダの規定になることはないから、まあ、ここは相手リュウマイしてきそうですけどね。だからリュウマイしてみてブルンゲルで飛ぶのかな。 HB とかし飛ばない気がするけど、ここはじゃれつく。威嚇が入ってるんで落ちはしないと思いますけど。あ、落ちるんだ、強。バケモンじゃこのポケモン。クチートが強すぎる。入った一戦ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがブルルドヒドイデか、ヌオーもいるな。まあでもこれもブルンバクオングランチャーでいいと思うんですよね。ブルルドヒドイデに多分バナーがそこそこ強いと思うんですけど、ボーマンダいるしな。クチートもまあブルルドヒドイデ悪くはないのか。悪くはないですよね。ブルルの前でだって研磨してドヒドイデに畑打っていけば、まあクリアスモークじゃなくて、ね、黒い切り替え打たれてもなんとかなるっちゃなんとかなるし。あーでもこれあれか、シャンデラがきついっちゃきついのか。ブルンから入って爆音クチートかな。シャンデラちょっと厄介だな。シャンデラ来たらブルンゲル、シャンデラタスキかスカーフだと思うんだけど、わかんねえからな。まあ、これでいきますか。シャンジャーから来たらバックオングにバックしましょう。はい、対戦よろしくお願いします。シャンデラー、まあまあ、これはしゃあない。いや、シャドウ一発で耐えるかな、シャンデラーの。耐えそうな気はするが、トリックルームから入るのもありかな。いや、でもブルンゲー多分どっかでまたトリル張るタイミングありますよね。ここバックオングに行きますか。まあこれ読まれそうだけどな、読まれそうだけど、さすがにブルンギルにこの技っていうのは打ちづらいはず。考えてますね。いや、ここ考えずにシャドーボー打ってくれ。で、バックオング。オッケーオッケー。これ無効で。
で、爆音具の特性肝っ玉なので、この爆音波はシャンデラにも通りますね。引いてきた、受かるやついんのか。ギルガード、いやこれギルガードにも相当入りますから見とけ。ギルガードごときでは受かりませんよ。まあ受かるけどめちゃめちゃ入るから見てて、見てこの火力やばくない？半減でこれだからな、ギルガードに対して。これはもう連打していきましょう。シャンデラ出してトリックルームとか入りたいけど、爆音波次で落ちますね。何言ってくるんだろう。聖剣とかか。でも聖剣じゃ落ちないからな。で鍵打ちでも縛られないし、ラスカの、ああなるほどね。ただこれ鍵打ちで縛れないので、ギルガルド側は結構きつそうですけどね。でここは爆音波、まあ、禁止やっても耐えないかな。これも半減でここまでの火力出すやつはなかなかいませんからね、キングシールド。はい、ただシャンデラがちょっときつい状況ではある。シャンデラただノータイムで引いてきたしな、助けじゃなさそうだけどな。爆音波でシャンデラ来たらちょっと考えますか。多分ブルーンバックでいいと思うんですよね。ゴースト技は多分飛んでこないから炎技だと考えて、オッケー、ギルガルド粉砕。このゴリ押しがたまんねえぜ。棒マンダから、あーマンダから来たか。であればこれクチート投げて、でマンダの前でブルンゲルがトリックルーム張るのが一番勝ち筋になるはず。ここはクチート投げます。リューマイにも対応できセミにも一応対応できるので、ここはクチート。結構このねブルンクチート爆音がシナジーあるんですよね。このクチート爆音できついバシャーモにブルンゲルが結構強いので、意外とねシナジーがあるんですよ。でメガ進化してくる。あ普通に攻めてきたか。まあまあいいでしょう。でクチートとされる分には別にいいので、ここはもう畑でいいかな。ここシャンデラバックの可能性高いですよね、じゃれつく読みで。まあでも不意打ちがあるからな、普通に突っ張ってくるかな、自信があれば。あー突っ張ってきたか。まああんまでも畑でいいはず。ここは結局もうブルンゲルでトリックルーム張るゲームだから、そもそも地震で落ちるかこれ。いや耐えなかったっけこれ、威嚇地震なんちゃらって耐えた気がするんだけど。あですよね。で畑落とす。でもこれだったらじゃれつくだったな。まあシャンデラバケの可能性もありましたからね。あの一応口と残した方がいいか。でもここ捨て見たれるからな、捨て見たられるからいいや。まあ切るか。じゃれつくでいいかな。地震ってくるんだった。あ、羽休め。あ、これあれか。なんか読んだんだろうな、きっと。何かを読んだんだと思うけど。で、じゃれつく。パンダを倒して。で、あー、でもあれか。シャンデラの方がまだわかんないからな。なんか、助けちゃなさそうだけど。鬼火持ちの可能性はありますかね。まあ、鬼火持ってても、こっちは不意打ち安定なので、不意打ちで。不意打ちが通る、OK。普通に落ちてきましたね。対戦ありがとうございました。なんかちょっと、ブレインが甘かったけど、なんとか勝てましたね。はい、ありがとうございました。